本日は、松戸市から県議会議員に、立候補する、立候補予定者の安藤さんにお話を聞きたいと思います。安藤さん、県議会議員選挙に向けて抱負をお聞かせください。市会と教育の問題ですね。市から通してまいりました。本当に他にない大事な松戸の議員であるという自信を持って彼を推薦して、おります。応援しております。彼の取り組んでいる学校トイレの施設が、これは本当に環境面でも、学校教育環境面でも本当に大切な課題ですので、千葉県を挙げて全国的に広がっていくように、まずは関根二郎さんの当選秘書で頑張っていきます。はい、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 ありがとうございました。